チャオ、あちゃんです。今日6月の19日、あちゃん家の晩ご飯、サワラ焼こうかなと思って、サワラじゃない、サワラを焼こうかなと思ってこだわります。はい、やねんけどもね、その前にちょっといろいろちょっと作ってみましょう。昨日スーパーモリカで買ったもやし、半額もやしがさ、傷んじゃったらあかんか、やっときます。さっと茹でて酢の物にでもしときます。まあ、常備菜にもなるしね、作っといたら。これをまずね、沸騰させます。よいしょ、沸かしておきましょう。で、サワラも焼くねんけど、ちょっとね、常備菜ちゃう、かぼちゃ、これ50円のかぼちゃね、半分50円で買ったかぼちゃを、安いよねこれを使って、ちょっと何か作ります。まあ、一品二品できたらねと思って作っときましょう。はい、これは、かぼちゃの煮物にしようか思ってんけどね、ちょっとね、ちゃっと作ります。これをね、まず洗わなかな。よいしょ、洗って、で種とんねんけども、種とんのね、よいしょ、ラップ剥がした時取らんでよかった、置いといてよかった。これでラップでしたら手の中に種入らへんやんかだから、でこれまたね、種だけ置いといたらまた種なんかに使えるし、よいしょよいしょ。種もね、洗って置いとくとおつまみにもなるしね、子供のおやつにでもなるし、お金ない時はよした、かぼちゃを買ってきて、かぼちゃをね、炊いて、かぼちゃのタイタンっていうね、こっちはね、タイタン、T-I-T-A-N、タイタンじゃない、似たやつね、タイタンっていうね、炊くことをね、まあ、何回も言うかしてると思うけど、みんなね、はい、はい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 、ということで、どんだけど使おうかな、とりあえず半分使うかな、かたんよ、手が痛うなるわい、はい、ということでね、とりあえず半分だけ使おう。よいしょ、この辺ちょっと切り取って、ではではでは、どんだけど使おうかな、硬い、かぼちゃのね、ちょっと甘い煮物みたいなもん食べたいやんか。ああ怖い、とりあえずこれをね、まあ、これぐらいに切っとくの。そしたら間にね、お湯が沸くからね、ちょっともやしをさっとね、まあ、1分ぐらい茹でて置いときましょう。はい、こんだけ、あれこんだけやった今、まあいっか、こんだけとりあえずね、耐熱皿に入れましょう。耐熱の容器に入れてね、また今日もね、火使わんとするわ。ほんなみんなね、夏いやつね、はい突っ込んでくださいね、突っ込みどころですよ、ね、ここで突っ込んどかへんならもうないよ。はい、で、ね、関西の芸人は余裕だけどね、ここで笑っとかな、笑うとこもうないよ言うてはい、あちゃんそのネタ結構好きやね。はい、このとこにね、スプーン、関西人はスプーンのことをスプーンって言います。これでね、蜂蜜を、よっ、おっ、おっ、おっ、適当にチューッと蜂蜜でね、砂糖よりも蜂蜜の甘みがね、優しいから、おって言ったらね、湯沸いてるわ。まあ、これをね、ちょっとかけて、ラップしてレンチン4分ぐらいするんだけど、はい、蜂蜜舐めとく。蜂蜜おいしいね。優しいね。これね、レンチンしていきます。ラップして4分ぐらいレンチします。
はい、600ワットでね、4分ちょっとレンチンします。で、どうしようかな。これぐらいでいこうか。ちょっとこんな感じにね、こんな感じでいいかな。ちょっとこんな感じでちょっと千切りにしましょう。こんな感じにね、こんな感じにしておきましょう。ちょっと手間かかるな。まあ頑張るわ。子供が喜んでくれると思うしね、こういうのね。ただ怖いんよね、硬いの。あっ、ギャッ、こうやな、こっちやな。みんな手気ぃつけてね。これで切ったら絶対指落とすと思うで。指落としたらね、怖い人みたいになってしまうからさ、気ぃつけてね。指を落とさない、くれぐれも指を落とさないように。悪いことしてなんかね、落とし前つけられたみたいになってしまうからね。はい、いやもう冗談抜きでね、ほんま怖いね。ほんまお仕事でね、あっちゃんとこ昔ね、あっちゃんとこ昔っていうか、あっちゃんじゃないけど、あっちゃんとこのね、近所にプレスとかするお仕事あって、そこで働いてた人ね、結構指がね、ほんまプレスとかで昔はね、安全装置なかったよ、う怪我した人がおったんよ。怖いからね。ほんまにね、泣くぐらいではすまへんからさ、このほんまに。お料理で指落としたらほんまシャレにならんから気ぃつけてください。こういう時はね、冗談半分でやっちゃ、喋りながらやっとるけど、あんまり冗談半分でやらないように真剣にやってください。あっちゃんはね、喋りながらやると配信者なんでね、お仕事に徹して、まあ、細心の注意を払いながらやります。だからね、手が痛い。包丁のね、いつもね、ここ握ったら力入らへんねん。ここ握んねん。めっちゃ手痛いねん。だからね、かぼちゃ切るのはね、普通やねんけど、かぼちゃ切る専用の包丁があるらしいね。欲しいねんけど、そこそこ高いねん。2、3000円すんねん。なんか確か。まあね、その、お料理する中でかぼちゃをどんだけ使うねんって考えたら、そんな包丁わざわざかぼちゃのために買うかって思ってもうてさ、買えてないんだけどね。ほんまはそうね、そのもの専用の包丁を使うのはすごくいいことやねんで、そういうね、裕福になりたいわ。だからね、よう言うやんか、お金持ちがどうと。ああ、しゃべっとったらあかん。しゃべったくたくたかんってか、忘れとったよ。はい。これを早く、これに開けて、忙しいわ。さっとね、さっとまあ粗熱音取らんとね、味入れた方が入るような気はすんねんけど、でちょっとね、粗熱を取りましょう。もやしさんね、これね、熱入っとる時に味入れた方がね、多分ね、時間かけたら味が染みると思うねんけど、でももうちょっと今日は食べなあかんから時短でいきます。時短でしたら味入らへんねんけどな、ほんまは。先にね、よいしょ、かぼちゃじゃないわ、もやしちょっと絞ってこれ入れましょう。あ、ここやあかん、もっと大きいところかな、ごめん、間違えた。器汚しちゃったわ、めんどくさいわ、もう。また一個ね、洗わんな器ができてしまっちゃった。まあ、まあ、ええねんけどね、もやしを入れて、で、ここに味付け。はい、砂糖ちょっと。あっちゃん、あんまり砂糖使いたくないねんけどさ。酸っぱい方が好きやから、砂糖ちょっと。で、醤油。あんまり醤油、あんまり効かさん方がいいから、あっちゃん、ね。まあ、それ、好き好きでやってください。で、酢。ここね、生きて、あっちゃん、よう生きて、ワインビネガー使うの。生きてワインビネガー使ったらあかんよ。普通の穀物酢とか米酢とかの方が美味しいから、ワインビネガーもね、物によってダメな場合があるから、
こういうね、和な酢の物にワインビネが意外と合わへんね。はい、でこれで、これでもう完成やねんけどね。でこれでね、一本食べてみよう。あ、いい。ちょっと塩で締めとくか。塩で締めて、んで、にごま、ごま、あと、ごま、ごまとね、ごまとごま油、ごま油って言ったらみんなに笑われねえ。くせやねん、あっちゃん、ごま油って。ごま油でもごま油でもええねん、通じたらええねん、そんなもん。言葉なんて自分で作りゃいいのよ。世の中は自分で中心に回ってるのよ、言うて、それでいいね、あっちゃんはそうでございます。だからあっちゃん語です。もう そう思っといて、あっちゃん変なこと言うな思ったらあっちゃん語やね、はい、何でもいいねん、もう分かりゃ、分からんでもいいねん、あっちゃんが分かってりゃ、どんだけあれやねん、女王様やねんて、女王様でございます、はい、でね、いらんこと言うとったらね、お料理が楽しくなんねん。おいしい。ちょっとまだ醤油たらもうちょっと味濃くてもいいかな。調味分量あっちゃんでございます。これだし醤油使ってもしかもわからんけどね、あっちゃんとこはあんまりだし醤油使わへんね、醤油が多いんだけど。でこれ味浸透さすのにね、ジップロック入れて空気抜いてギュッてすると味浸透しやすいね。今日もこのまま食べるからね、ちょっと先、次、置いときましょう。置いときましょう。んで引き続きかぼちゃんを切っていきましょう。指が痛くなってきた、包丁が。おう、こんな感じ。ね、ちょっと待ってね。気を使って洗ってないね。飲んでいいかな。カメラの位置がうまいこといいかい。もう下切ったんだよ、映ってもよ、もう。カメラもこれぐらいにちゃんと両方映らへんもんな。地べた切ったのよ、みんな知ってるから、もう映ってもええわ、はい、ちょっと綺麗になってるでしょ、片付けたのよ、はい、ね、全国のあっちゃんファンの皆様がね、期待してくれとるんでね、あっちゃん頑張ってみんなの期待に応えられるように頑張って片付けておりますね、はい、はい、こっから多分ピーって言うと思う。ちょっと冷蔵庫に置きます。ここ今キーンって言うてない？あのね、今日昼間に、いろいろあれテストした、ヨシミンさんがさ、何秒何秒って書いてくれたったん。やっぱり見てたら大体冷蔵庫行ってる時がキーンになってんねんね。そこかって分かったんでね。はい、ちょっと対策を打ちます。分からんかったん。ほんまあっちゃね、耳キーンっていつもキーン言うてるから。そう、ほんまにね、耳の中に小人さんがいてんねん。半分青いじゃないねんけど、だから分からへんねん、正直、なんか言ってもらってキーン言うとんけど、どない調べても分からへんさ、謎やったごめん、こっそりあれを食べてきました、もやしを食べてきました。でこれ焼きます。サワラ、サワラじゃない、サワラ、はい、300円で3切れ入っとってん、広告の品、特選手作り片山の本サワラ味噌、これ美味しいね、スーパーモリカのね、これを焼きます。これね、今まで中で焼いとってん、この中で なんとかやつグリル、やねんけど、グリルやったらちょっとねパッサパサなるし焦げよね。ほんでちょっと調べてたら、あれで焼いたらええって、フライパンで焼いたらいいって書いてあったから、ちょっとフライパンで焼いてみます。ググったよ、グーグル先生に聞いたよ、はい、なんかサワラをねふんわり焼く方法はちょっと今から説明していくわ。もうあっちゃんがいかに料理のがうまい人みたいな感じで自分で開発したみたいな喋り方しながら焼いていくわアホやろと思ってるやろ、アホや、ほっといてください、アホです。
はい、先生、こっちでやるよりこっちで、こっちでやった方が分かりやすいね、こっちの方が分かりやすいよね。はい、ということでね、まずね、サワラをこのままビニール、まあビニールときね、あのサワラの味噌を取ります。味噌取っときます。味噌まず取っときましょう。はい、ちょベタベタするかどうかその辺わか、あの音さんとこ置いてね。でクッキングペーパー、くっつかいにクッキングペーパーを置いて、弱火で、弱火ってまあ普通ぐらいで、でサワラをまず焼いていきます。サワラ、あーどこ置くねん、もうどんだけ真ん中行きたがんのよ、ね、さあ、ちょ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 、言いつけとんのはずれや、熱いよ。ちょっとあちゃん、アホの子みたいやんか。お料理上手やのに、上手なお料理上手やのに、なんか下手な人みたいになってやんか。あのそこのとこね、カットしといてね、後で、うん、編集してくれる人。はい、あっちゃんやけど、はい、ね、まあ、そんな感じにね、アホみたいなこと言いながらお料理してると、お料理も、めんどくさいお料理も楽しくなるもんです。はい、よいしょ、ああお料理下手な人みたいや、かっこ悪い、あ、熱い、もうどないしたらいいの、教えて、 Google 先生って言うと、まあ、ここで手伝ってくれよな。はい、あ、お料理めんどくさいわ、いや、お料理楽しいわ、うん、言うとこ、言うとかな、お怖い、おばはんに怒られる、あ、よし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 、ごめんごめん、はい、はいね、楽しいね、そうやってね、お料理をしてると、うん、でこれでね、5分弱火で焼くねんて、あ、焼くねんて、だからね、焼きます。はい、でね、自分で考えたかのように言わんとさ、かっこ悪いやんか。はい、あの、うん、5分焼いときましょう、皮目からね。はい、っていうことで、これでちょっと5分焼いておくんで、こっちほっときます。これでちょっと5分焼いておきましょう。で、フライパンに、こっち違うの、それでフライパンにオリーブオイルをちょっと多いめに入れます。適当で、火にかけて塩、ちょっと塩を、オリーブオイルにね、塩をしましょう。もう一個かな。で、ここに、そう、さっき一生懸命ね、硬い中、ギャーギャー言いながらいた、あの、切ってた、なんや、かぼちゃ。なんやって。名前出てきやになってくるもん、だんだん。はぁ、さっき使って洗ってないから。すぐ洗えっていうのよね。これでさーっと炒めていきましょう。オリーブオイルね、素揚げ焼きしていくねんて。かぼちゃんの塩オリーブオイル炒め、
さあどうかな、もうちょっと炒めた方がいいかな。ちょっと一個食べてみようか。もういいや、いい、おいしい。で最後にね、ごま、ごまをこのまま向こうできゃならへんな。ごまを振って、まだ火止めへんね。で塩を最後にもう一振り、居酒屋メニューやねて、これ居酒屋のお通しとかそんなんやねて。はい、完成。どっか入れる器ないかな。綺麗な器が欲しいな、こういうのね。まあいいわ、なんでも。ちょっと全然雰囲気違うけど、これいいや。あと40秒です、サワラが焼けるのが。これでね、まあお通しみたいなもの、かぼちゃのきんぴらって書いてあったけどね、クックパッド先生に教えてもらって。あ、おいしい。はい、これをまあ一品できたと。あと12秒11、もうぴったりね、まあ、マニュアル通りにいきましょう。ごめんね、ちょっと映ってないよね、あんまりね、こんな感じね。3、2、1、ピー。はい、こっち持ってきて裏返しましょう。さあ焦げてないかな、くっついとるかな、クッキング焦げとんかな。もうちゃんと味噌取らへんだからかな。はい、味噌はちゃんと取りましょう。はい、なんかはひっついたよいしょ。でね、これをやー料理下手な人みたいね。あっちゃん料理上手やのに、あの今のはね、あのカットしておきましょう。はい、はい、裏返したらね、さっきの取った味噌をここに塗んねんて。熱いフライパンを触ってしまった。もう今日はね、グダグダでございます。まあ、こういうのもね、あっちゃんのバタバタクッキング、よくあることでございます。はい、まあ、そんな方がね、見てて楽しいでしょ。あんまりね、完璧なお料理を見るのも、完璧なお料理を見るときは、お料理の上手な人の動画を見てください。わた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 言いながら、へったくそな料理でなんやねんこいつって思いながら見るのは、あっちゃんネル楽しんでもらえるかなと。あえてこれはエンターテインメントとして、あっちゃんは下手くそに作っております。はい、っていうとこ、恥ずかしいし。はい、ね、ほんまに下手な人だと思われたらあかんからね。バレてん、俺言わへんとバレへんから。大丈夫。編集でさ、とうまいことしてさ。CG でうまいこと焼けたように作っといたらバレへんね。うん、ということでこうやってそーっと黙ってバレへんように焼いていきます。はい、はい、ということでね、あっちゃんのこのね、プロの技をみんなに伝授するこのクッキングアホみたいなって言ったらな、暇やねん作るとき。うん、おもんないね、飽きてくんねん。まあそんなねしとったら。うん、ということでちょっとこれで焼いていきます。これでね、蓋してね、超弱火で、超弱火で7分焼くんやって。7分も焼いていいのかな、分からへんねんけどね。ちょっとまあ様子見ましょう。ああ、タイマーして7分待ちきれへんやんか。うん、よいしょ。ポン言うと、ね、Google 先生の通りに焼いてるから、これで多分完璧に焼けると思うよね。はい、ちょっと焦げちゃったのはあっちゃんが味噌を取るのが手抜いたからやと思うね。裏返して焼くのは俺完璧やと思うんで、これで焦げてないはずです。ほんまかな、ちょっと心配な。7分、6、5、4、3、2、1、
ビビビビビビビー。はーい。どうでしょうか。サワラ。おお、綺麗に焼けてる。すげえ。あー、ご飯ちょっと。よいしょ。わあ、すごいプリプリに焼けてる。よいしょ。なかなかね、難しいね。こんな感じね。うん。サワラの味噌焼き美味しいからね。ちょっとね、皮焦げちゃったのが苦いかもわからへんけど。最悪ね、皮取ってもいいし。ほっ。ひょっ。これフライパンすごい楽やしね。あんまり汚れてないからね。うん。いい、これは。この焼き方いいです。はい。ということで食べましょう。はい。はい。できました。サワラの味噌焼きと、常備菜で作ったきんぴらごぼう。これね、ヒカルが食べちゃったんだいぶ。で、まあいいねけども、他にもね、これも常備菜で作った余りやからね。味見用やからいいねけど、それとあと、なんだ、もやしの酢の物と、名前何にしよう。かぼちゃのオリーブ塩焼きと、ハニーパンプキン。はい。できたら名前つけます。はい、これで食べましょう。